今週は目黒区の情報をお届けします。こんにちは、目黒区の都市基盤整備課長の山下です。本日は目黒区の東部地区を走る地域交通バスのサンマバスについてご紹介します。目黒区では今、車体デザインを特別な仕様にしたサンマバスが走っています。特徴はバスのラッピング。目黒区の紋章の色の江戸紫をベースによく見るとサンマの柄がいっぱい描かれています。ルートは目黒区役所を出発し、東京共済病院や厚生中央病院など2つの大きな病院を通るほか、ショッピングを楽しめる恵比寿ガーデンプレイスや目黒駅も通ります。この地域はもともと坂が多く、お年寄りや地域の方などからお困りの声をいただいていました。これまで公共交通が空白地域だった目黒三田通りを中心に、地域の皆さんと検討し、3月26日から試験的に運行、最大3年間の実証運行が始まりました。現在は1日6便90分間隔で運行、7月頃からは1日12便を予定しています。地元の皆さんからは地域の足として期待が寄せられています。次は茶屋坂、茶屋坂でございます。運行ルートが落語目黒のさんまの舞台の茶屋坂や目黒のさんま祭りの電動エリアを走ることから、さんまバスと命名されました。この坂の頂上に落語目黒のさんまの舞台となった茶屋があったと言われている茶屋坂。この落語から目黒のさんまが有名となり、目黒といえばさんま、さんまといえば目黒となりました。目黒区では毎年秋に目黒区民祭りの中で目黒のさんま祭りを行い、気仙沼のさんまを無料で振る舞うなど、さんまで目黒を盛り上げています。さんまバスの車体にはたくさんのさんまの模様がデザインされていますが、実はある仕掛けがしてあるんです。たくさん描かれているさんまの中に一つだけ違ったお魚が混ざっているんです。どの車体にも一つこのデザインのお魚が。どこにあるかは実物を見てのお楽しみ。探してみるのも楽しいかもしれませんね。実はこのサンマバスのラッピングは区の職員の方がデザインしたんです。どんなところを意識してデザインしたのでしょう。高級感があって日本の伝統文化を感じられるようなデザインをイメージしました。あとは外国人観光客の方に和を感じてもらえるようなデザインをちょっと意識して作ってみました。他、バスのルートには楽しいスポットがたくさん。船入り場には複数のキッチンカーが出店していたり、イベントスペースでは随時さまざまな催しが行われるなどにぎわっています。目黒区民センターは図書館、児童館、ホール、体育館、プールなどが入った複合施設。隣には目黒区美術館もあります。さらに春には目黒川の横断で桜も楽しめます。サンマバスを観光目的で利用してみるのもいいかもしれません。それではここで目黒区からのプレゼントです。本日はサンマバスのロゴ入りコースターとステッカー、組み合わせると小さなサンマバスができるペーパークラフトをセットにして10名様にプレゼント。ぜひご応募ください。